さて続きましては NA1300 レースです。これも20周で争われます。このクラスのレースは今年より新たに始められましたレースですが、この NA1300 レース、これは一体どのようなカテゴリーのレースというんでしょうか。さっきのね、レースがまあノーマル標準車ですね、はい、こういうエンジンで、今度のはね、この国際のグループ A というまあクラスなんですけどね、はい、分かりやすく言えばノーマルのエンジンよりもちょっとこうチューニングしてあるんですね、タイヤもちょっと変えてある、まあ、ヨーロッパでは、このレースがね、かなり盛んなんですけども、ご覧のようにね、見るとさっきのレースとほとんど外観は変わらないんですね。そうですね、スターレットのワンメイクレースという感じなんですが、ちょっと性能を上げてあるというところですね。やはりコーナリングなども幾分違いますね。そうですね、もうタイヤをちょっと変えただけでね、コーナーのスピード、グリップ非常に良くなりますからね。豪快な争いがこのトップグループで展開されておりますが、スタートから好スタートを切りました19番の奥山がそのままずっとトップを守ります。この奥山をなんとか捉えようと2位以下の選手がしのぎを削り合いますが、なかなかこの奥山に届きません。各コーナーでも激しいバトルがこの2位以下で争われてまいります。このようにテール2ノーズでの激しい争い、先ほどタイヤを変えただけでコーナリングが変わると言いましたが、やはり豪快なコーナリングが見られます。トップを走ります19番奥山。さあチェッカーフラッグも用意されます。結局予選1位から好スタートを切りました19番の奥山が逃げ切りのチェッカーフラッグ優勝を飾ります。以下はご覧の通りです。さて次はスターレットグランドカップレースです。ハライはモータースポーツをテーマに安全性を追求します。世界のレース場はアライのテストグラウンド。アライヘルメット、レーシングスペシャルティーズ。マイルド。スピークラーク。You speak Clark。マイルドの合言葉、ラーク。勝つことに命を懸ける男たちの愛と栄光のドラマ、ザ・ライダー。どうせ散るならサーキット。掛布のカはカーですね。真由美のマはマニアです。二人揃ってカーマニア。車はパワーでしょう。車はルックスですよ。パワーです。スタイルでしょう。お答えします。パワーがあってよく手入れされてるのが一番。オートバックスにお任せください。車のことなら、カー用品のことなら、あなたの街のオートバックス。オートバックス。さて、各社すでにコースインが始まっております。このスターレットグランドカップレース、シリーズ第4戦ということで、シリーズチャンピオンを目指すレーサーにとっては取りこぼしの許されない非常に大事なレースとなります。ですから今回も非常に期待が寄せられます、このスターレットグランドカップレース。さて予選結果をお伝えしてまいりますと、予選第1位カーナンバー2茂木和夫選手です。予選第2位はカーナンバー5人見隆作選手です。予選第3位はカーナンバー9星野薫選手です。以下はご覧の通りです。茂木選手がどうやら好調のようですね。そうですけどもね、1位から7位までタイムが1分0秒だ、はい、ですからね、茂木選手もちょっと油断するとやられる可能性がありますね。かなり激しいレースが期待されますね。おや、これはカーナンバー7武藤文雄選手です。武藤選手は予選では6位につけております。インタビューをどうぞ。こちらがゼッケン7番の武藤文雄選手なんですけれども、武藤選手今回のね、このスノーっていうのは年に1回走るということなんですけれども、他の例えば鈴鹿とか富士とかのそういったサイトと比べてフィーリングどうですか。
そうですね、まあスノーっていうコースは僕自身まあ得意な方のコースでね、なんとかものにしたいと思ってるんですけどね、まああの他のスターレットグランドカップ乗ってる人たちと比べて、まあ走ってる時間ってのはレース数一番多いと思うんですよね、だからそういう面でやっぱり勝ちたいって頭があるんですけど、今日はちょっと出足からちょっとね、つまずきがいっぱいあったもんで、まあそういう意味でね、まあ、なんとかなると思ったんだけどね、まあ、予選結果は7、8番ではないかな、今現在結果出てませんけどね、個人的にはこのあのスゴーのコースっていうのは好きな方ですか？やっぱり高速コーナーが続くコーナーっていうのは好きですね。苦手なのは筑波とかやっぱり苦手なんですけど、あと、まあ、富士はなんかマンネリ化しちゃっててね、今日すごくね天気の方も晴れてきて、非常に見る側としては楽しみなレースになりそうなんですけれども、調子の方は体のコンディションとかはいかがですか？体のコンディションとかそういう面はもうベストですね、じゃああとはもうマシンの方に。そうですね、車さえ良ければね、なんとか優勝したいですね。はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。さて武藤選手には今回ご協力をいただきまして、車の中にカメラを取り付けさせていただいております。皆さんには後ほどその車載カメラの映像をお届けしたいと思います。そしてカーナンバー8、鈴木敏夫選手の顔が見えます。この鈴木敏夫選手は普段は F2 で活躍をしている選手です。いつもは F2 の方で活躍なさっている鈴木敏夫選手なんですけれども、鈴木さん今回はね、はい、こちらの SGC の方が初めてということなんですけれども、いかがですか？F2 と比べてマシンのフィーリングとかなんかは、すごい忙しいね。F2 の倍ぐらいハンドル切ってんじゃないかな。で練習の時にね、富士でテストを2回行ったんだけど、ちょっとトラブルあって走れなくて、ここに来て初めて乗ったようなもんだから、どこが良くてどこが悪いんだか分かんないし、でちょっと予選もね、今日メインジェット間違えちゃって、で全然良くなかったから。さてこれはカーナンバー2ポールポジションを獲得しました茂木選手の顔が見えます。茂木選手にもお話を伺っておりますのでお聞きください。こちらがポールポジションの茂木和夫選手なんですけれども、茂木さん、ね、今回ポールポジションということで、もう聞くまでもなく体調の方なんかはねバッチリだと思うんですけれども、このスゴーのコースは個人的にはお好きですか？嫌いな方じゃないですけどね、嫌いな方じゃないですけど、前出ないとちょっと抜くとこがないんでね、ちょっと前出ることだけ考えてますけどね。今日はもうかなりねこうピーカーなんですけれども、すごくやっぱり夏だし暑いしということで、体力の方なんかは自信ありますか？体力は、まあ、自信あるんですけどね、暑いからね、スタートするまでが嫌ですね、暑くてね。もう走り出しちゃったらもうあとは優勝目指して。そうですね、あとはもう自分なりにやろうかなと思ってます。わかりました、頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。さてポールポジションの茂木選手を筆頭に各社がスタートの一瞬を待ちます。いよいよスタート30秒前。エンジン音が高まります。さあゴーサイン、スタートが切られます。さあ各社が一斉にスタートを切ってまいりますが、おっとポールシッターの茂木が幾分スタート失敗、遅れます。